皆さん、こんにちは。エルザです。クラフトビア、シームレス版をやっていきたいと思います。さて、今回ですね、もうやることが決まってます。まあ、前回も言いましたが、拠点の移動をやっていきたいと思います。やっとだね。でね、まあ、ちょっとね、時代を進めないととかいろいろあるんだけど、結局ね、なんか、あれだな、すげえ怖いクエストあるな。ちょっとね、まず場所探しをしようかなーっていうところかなー。まず場所。で、そこから素材集めとかして、みたいな感じでやっていきたいなと思います。で、まあ、ここら辺もありかなーと思ったんだけど、結構ね、モンスターがしんどくて。で、全体のマップで見たときはね、結構、まあ、中心っちゃ中心なんだけどねっていうところなんで、まあ、拠点をね、ちょっと探しに行こうかなと、見つけ行こうかなと思います。大渡諸島。ちなみにこれはさ、素材変わんのかな？多分木材だよね。もろい。意外と一発だった。もろいね。こういう雰囲気ですか。ああ、じゃあこの土地で探さないといけないんかな。素材ね。時代進化の素材を。これは大変そうだな。おお、ぽいぽい。すごいすごい。まあ確かに、旧ワールドの時もね、日本っぽいワールドはあったからね。まあそのまま持ってきたって感じだろうな。でね、この桜の木はね、まああまり縁起は良くないんですけど、壊すと、花びらが落ちてきます。何に使うか不明。お、すごい。破壊してたら、ついた。なんか近くにあるらしいね。ソウルオブどちらへ？ある？パッと見はね、ほんとわかんないからね。あっち側ってことか。じゃあ、お邪魔しまーす。おー。ダメージ入んないからやっぱ壊せないんだろうな。アヌビスの試練場所があるらしいよ。あっちか。すごい。あ、道路も。道もちゃんとできてるんだ。すごいね。で、クエスト？海賊退治。キャプテンハットを持ってきてくれればいいと。あー。じゃあ、倒すだけじゃダメなんだね。ちゃんと倒した証がいるんだね。石。500個だって。壁というか。レベル30の鶏。まあ、でも鶏は鶏なんだよね。ゾウガメとワニガメ。討伐なんだ。あと、首なんちゃらは？神の化身。オブリンス。神鳴りやって。へぇー。属性別いるんだね。わー、トマト。あ、でもスプリンクラー出てきてるわ。うわー、欲しい。あー、あとね、ハーブもね、意外と欲しいんだよねー。そう、あのね、物々交換で、ね、トマトとかキュウリをね、結構使うようになってきてて、キュウリだね、あの、レタスとか。結構ね、それを考えると、まあ、ね、発展はした方がいいよねって。ハンバーガー取って。ハンバーガー。いいね。ハンバーガー美味しいよね。まあまあまあ。街並みはそんな感じと。財宝あった。
金の矢。うわー、ダメージ高そう。これもしや、上行ける?こんな世界樹みたいなやつあるんやね。何も見えんけどね。何も見えんよ。あ、でも違うみたいだね。もうだからね。まあでもそうだな。なんかあんのかなと思ったけど、お、竹だ。特殊なやつね。ちなみに竹は何に使うの？あ、これあれだね。時代進化用のやつだね。竹か。もうちょい取っとこうかな。25、まあ30くらいあれば絶対足りるでしょう。で、まあ、予定外で手に入ったけど、そうだな。まあ、ロケーション確かに良かった。ここね。悪くはなかったけどな。物資的によね。鉱石とかなるべく近くで掘れるところが良かったりするからな。なんだかんだね。もうちょっとあっち側行ってみようか。桜が散ってるのはね、捨てがたいけどね。金だ。あ、金落ちてんだ。金落ちてるのいいな。で、一旦寝よう。またアヌビス様の試練だって。あ、そうだ。アヌビスさんはそろそろ強化できるんじゃないかな。数的に。あ、足りてるね。5個だもんね。あー、祠あるのいいなー。ちなみに、クリスタルか。あ、いいね。祠。そうだな。ここ拠点にしよっかな。ちょっと周りないのが物足りないところはあるんだけど。ちょっと物足りないけどね。でも十分とは言わんけど、横にっていう方さ、結構平らなんだよね。平らなところの方がね、あった後ね、探索のしやすいとかっていうのはあるから、探索っていうか建物建てるときか、結構ね、斜めってるとね、置いたとき変になったりするんだよね。おお、おお、ソフローブ大量あった。あー、そうだね。ここら辺に立てるか。まず。ああ、埋もれちゃうパターンか。埋もれちゃったね。これ、そうなのよ。あのね、平らに見えてね、平らじゃないっていうね。これがね、結構ね、作るとき大変で。
そうだ、こんな感じで作るんだったら全然いいんだけどね。いやー、どうしよっかなー、そっち側にと思ったけど、こういうのが起きるとちょっと作るのがね、ちょっと作るの大変なんですよね。俺さ、まあそんなにクラフトが来れるわけじゃないから何とも言えないところなんだけど、まあ材料はいろいろ持ってきた方が良さそうだなー。まあ、窓作れないからね。よし、じゃあ、そうだね。アイテムいろいろ持ってこようか。はい、なんとか、移送全部完了しました。あー、疲れた。途中データぶっ飛んだからね。さて、どうやって、あとはやっていくかだな。でね、どこに直したかな？家具でね、あるのよ。ポーションじゃなくて、あったんだよな。家具のね、作るやつが。これじゃない。どこ行った？あ、これかがえ。家具作業台っていうのがね、使えるので、まあ、これと、あと鉱石関連も一回全部、手元に持っとくの方が無難かな。結構ね、見てたら見た目がね、いい感じのやつとかもあって、うさげだったんで、ね、そのあたり使えるなら使いたいなーっていうところかな。使えるものは使っていかないとね。結構素材が余ってもね、今のところ意味ないからね。素材としては石、まあこんなもんかな。そうだね、まあとりあえずこんなところにしといて、ちょうど雨も止んだしね。とりあえずこの後にポンと置いて、でね、この作業台がね、結構便利で、こんな感じ、古びたレンガとかね。でも一気に10個とかできるから、まあ、この辺りをね、したいなと。で、全面ガラスとかあるのよ。で、こう見ていってたら、例えば、ゲート、まあ、ドアもあるし、あ、こういうのもできるんだと思ったらさ、もうこういうのでいいじゃん。で、このあたり、あ、だいぶオシャレだなと思ってさ、これ、この色合いをちょっとやってみようかな。ちょっと石も考えたんだけどね。木材がはるかに集めるの楽かなと。ただこれ10個もいらんよね。このドアね。ドア10個いらんだろうなと思いながら。まあいろいろあるよ。こっちもあるんだけどね。藁があれば、この、ちょっとね、風なやつが。まあ、おしゃれなのは、このあたりだよね。原木藁とか使ったやつだよね。こちら辺だと結構昔の古いタイプだね。悪くはないけどね。
可愛い感じになっちゃうね。わあ、悩むな。俺悩むね。めちゃくちゃ悩むね。中世風とかある。これ中用の壁とかだろうね。これさ、決めないとさ、多分ちょっと いけないよね、多分。そうなんだよな、多分決めとかないとごちゃごちゃなるんだろうな。よし、わかった。中世で行こう。中世シリーズ。なんで、藁をちょっと取ろう。はい、お待たせしました。やっと完成した。やっと、まあでも完成と言ってもっていうところは、まあ、まあ細かいところはね、また後ほど、やっていきたいと思うんですけど、クラフトピア内でのルームツアーやっていきたいなと思います。一応外見がね、こんな感じでーす。いやー、疲れたー。めっちゃカットされてるんだろうな。そうですね。パッと見の感じで2回構成となってます。まずは、そうだね。外からなんだけど、まあ、前回あった井戸とかね、あとは、売り場とかはちょっと外に置いてます。じゃあ中入ってみましょうか、ね。一応2つ扉があります。片方開けると、こんな感じで入ってすぐはキッチンになってますね。まあ、ここで食料を使ったクラフト系をするっていう感じかな。まあ、で、できれば牛を流し込みたいんだけどね。ちょっとそれはまた拡張後っていう感じかな。これは切り身マシンだね。で、こちら。これは家具作業台です。結構ね、今回の作業で家具を試したりとかっていうことが多くて、大変だったのよ。で、まあ、それをするにあたっていっぱい余ったものもあるので、余分に箱が増えてます。で、次、向かって左。まあ、こんな感じですね。こっちは全部錬成系、装備系。で、こっちが作業台を敷き詰めてるという感じです。結構ね、素材をもう武器とか作ったりとか。新しいものを開発するよってところだね。まあただね、まだまだあの電気系がね、揃ってないんで、さらに増えるとここら辺も変わってくるのかなと。で、ここが、すごい大事そうにしてますが、中身は大したものは入ってません。旅で使う回復アイテムとかね、あの入り口付近に置いとこうっていう感じです。まあ一回はこんな感じかな。まだちょっと仕切り作ってないのはね、実際に今後クラフトピアやっていってたら増えるかなと思ってね、いろいろ置くものが増えると思うんで、ちょっとその時用に仕切りは用意せずという感じです。このね、木で支えてるのもね、一本一本支えてるんだけど、ちょっとやっぱ浮いてるとね、どうしようもなかったんでね、このあたりは工夫してます。じゃあ2階行きましょう。ちなみに、ちょこちょこ見えてるこの照明ライト、夜になって役に立ちません。まさかのね、全然役に立たない。ほんと暗いよ。はい。で、2階はこんな感じです。一応正面からも、ちゃんと入れるようになってますね。だからもう寝たい時はもうここに直行する。ここが寝室なので、ここで寝ればっていう。まあ、外をね、いい景色を眺めながら、寝ると。結構ね、後ろがね、滝でいい感じの場所だったんだね。まあ、川の音、滝の音聞きながら安らげるんじゃないかと
あそこにモンスターもいるけどね。で、2階はね、増設、そうだね、いろいろと増設がある予定なので、まあ、それに合わせて何もいじってないって感じかな。まあ、貴重品置きとか、あ、そんな感じで上はまだすっからかんにしてます。まあ、もう一段ね、登れるように、ここには、こうやって地面用意してるんだけどね。ここに階段つけたりとかね。いやー、でもね、結構ね、まあ、よくできたなっていうところあるんですけど、細かいこと言うとね、やっぱね、素材が足りない。まあ、開発中っていうのはあるから足りないものもあって、だから中世のイメージとかでやってたんだけど、ここ。もうね、もうこれ腹立つでしょ。こういう角系のやつがないとか、その、ものによってね、ここもないのよ。とか、あのね、この今斜めにうまいことやってるけど、これがね、噛み合わないとかちょっとあったりして、だからここら辺の隙間ができるもととか、なので、ちょっとこの形上の方平らは嫌なんだけど、あえて平らにしてます。色味がちょっと違うのもそのせいだね。レンガの床使って無理やりしてるので、ちょっとこう屋根がへこんだ感じになってる。まあ、ここバルコニーにするのもありだけどね。まあでも見た目的にはそれなりに綺麗にできたんじゃないかなと思います。ああ、あとはまあ進めながらというところかな。で、そうだね。まあ、次目指すこととしてやっぱり時代進化をメインとしてやらないといけないかなと思うので、探索をやっていきたいなと思います。まあ一番簡単なのは、例えばちょっとこう飛びましょうか。はい、来ました。まあ、時代進化にはね、二つの国の分集めないといけないっていうのもあるんだけど、例えばこのヤーデンとか、まあ、銀行石系とかさ、こういうのも、塔もちょっとした方が、いろいろと、簡単というか、楽なのよね。時代進化するのここに飛ばないといけないとかっていうのもあるんだけど、一番のメリットはこういうやつ。どこに何がありますよが一目で分かるようになるんで、まあ新しい、まあここはもうしちゃったから新しい土地のやつとか、まあ、こっち側もだね、もうちょっとやっていくといいのかなと思ってます。ただね、時代進化です。自分で自力で探した方が早そうな気もするんだよな。これをやっていくよりかね。まあ次の塔が見えるようになるから、やった方が良かったりもするんだけど、まあちょっとこのあたりはね、考えてやってみたいなと思います。はい。ということで、今回建設で、だいぶ、カットだろうな。ちょっと自分に言い聞かせるカットだカットだって言い聞かせるけど、まあね、こういうこともしながら、やっていきたいと思います。まあそろそろね、次の革新も、終わらせたいところもあるので、ちょっとそっちも狙って、頑張ってやっていこうかなと思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。今回のクラフトピア以外にもいろんなゲームの解説、動画投稿などもしてますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。